花沢の9月の特別イベントのお話です。VIM シム導入コンサルタントの花沢です。えー、私はですね、えー、在宅でですね、e ラーニングで約3ヶ月90日でですね、レビット、オートキャドですね、VIM オペのプロになるというですねチャレンジの講座を主催しています。でまた、VIM のオンラインサロンの方も運営させていただいてございます。 はい、で皆さんに感謝を込めてですね、この c a d オペジャーネル、えー、約6年前からスタートさせていただきましたで。たくさんの方に見ていただいたんですけれど、ようやくですね、1500本の動画を上げることができました。でこれを記念してですね、特別イベントを開催ということで、今、何本かですね、動画を撮らせていただいて、えー、展開をしてございますが、えー、9月はですね、花沢大感謝祭としてですね、ちょっとやっていこうと思っていました。そしたらですね、この 3Days。 いう第,あの第3弾なんですが、この 3Days にご質問が来ました。えー、何かっていうとですね、第3弾は何だったかというと、こちらです。えー、無料 3Days チャレンジのご招待を、えー、公式 LINE アットに入っている方に秘密の合言葉を入れたら来てねっていう話をしてるんですね。で、この話の時にですね、こういうご質問なんですが、その前にこの第1弾、第2弾、あだからまず最初、えー、整理するとですね、えー、まずこの プレゼントとかイベント参加されたい方はですね、公式 LINE アウトにまず入ってくださいが一つ。入った後にですね、えー、参加したいよっていうあの意思表示をいただきたいと思っています。あのスタンプでもいいですし、第1弾とか第2弾とか第3弾ですね、お話をいただければというところなんですが、その中でですね、第3弾は無料で 3Days チャレンジ。 っていうのですね、やろうと思ってるんですが、えー、そんな時にですね、レビットのソフトが今インストールされてません。レビットがないんですけど、参加できますかっていうのがお声をいただいています。えー、動画の中ではですね、レビットのソフトをインストールしていただけてるのが一番ベストなんですが、なくてもいいよって話をしています。えー、な,んででなんでかというとですね、あの、 レビットはあの優勝のソフト、本来であれば優勝のソフトです。で30日ですね無料体験という形で使っていただくことが可能なものでもあるんですね。でその中で、ですね、えーっとま、この後もちょっとお話をさせていただきますが、あのパソコンのスペックも確かに、あのビームソフトなのでねどうしてもパソコンのスペックっていう問題も出てくることもございます。 で、いろんな方にレビット何ができるっていうところですね、どういうものだっていうのを知りたいというところで、今回ご縁をいただいたかと思っているんです。なので、一番いいのは、えー、ハンズオン、ハンズオンで何って実際にご自身の手を動かしていただいて、知識の定着を必ずしてもらうということが一番だと私は思っています。が、しかしですね、えー、今回の 3Days っていうのはですね、もうでも期間も短いですし、レビット自体をです、ね、インストールいただいてなくても、 あの一緒に体験いただけるようなですね、作りにしたいなと思っている。ただ、皆さん全部入れられないっていうと、ちょっと寂しいので、あのレビットですね、とかレビット LT の方ですね、入れていただいてご参加いただくのが一番ですが、えー、必須条件ではないです、えーそ。その必須条件ではなくて、あの公式 LINE アットの方でアナザーとやり取りができてるって方をですね、優先させていただきます。なので、えー、やり取りがないまま、えー、3Days 送る場所まで送られないので、あの公式ラインアットの方にまずご登録いただいて、えー、スタンプ、またはあの何かやりとりですね、3days っていうあのコメントですね、送っていただいて、えー、スタートというところになります。なので、レビット自体なくても大丈夫です、えー。ないって考えられる何かってうと、パソコンのスペックが足りない場合と、あとですね、あの今、えー 体験版30日使えるんですが、もうすでにですね、2025の体験版を使ったことがあって、もう危険切れちゃったって方もいらっしゃると思うんです。そういう方はですね、あのご参加にもいただけますがえ、他の方の応援という形ですね、頑張れっていうところをしていただけると嬉しいかなというふうに思っています。で、3D s 何をするのっていうと、建築ビムとビムシム編という2つに分かれています。でこのどちらか、いずれかお選び,お選びください。なんでかっていうと、 レビットっていうソフトを使うんですが、建築ビームで求められているレビットの姿とですね、ビムシムで求められているレビットの姿っていうのは少し違うんですね。なので、あの、一度にですね、受けていただくと、やっぱりちょっとごっちゃになっちゃうっていうところもあったりとかですね、しますので、で今回たくさんの方にですね、できたら、会社企画ですね、お送りとしてですね、お返しをさせていただきたいと思うので、 こちらですね分けさせていただいています。なのでどちらかを選びください。え普段はですね優勝でやっててこれでもこうプログラムこのためにですねちょっと作りました。えー、で一、えー、回3日間なんですが私が多分やれるところっていうとちょっと15名様ずつってところにちょっとさせていただいています。えー うんと本当はもう少しっていうところもあるんですがあの期間が一番最初の建築ビームの方に関してはですね、えー、9月の7日からスタートしたいんですなので、えっと、集まりもちょっとわからないという状態で今15人ってしてしまっているのもあるので、えー、ちょっとですねあの 多分これ最初で最後かもぐらいの勢いでやるものというところを思っていただければと思っています。えー、開催場所に関してはですね、LINE のオープンチャットで開催しますなので、公式 LINE でそのやり取りですね、秘密のな言葉入れていただいて OK ってなった方はですね、えー、オープンチャットの URL 共有させていただきます。で、そこにオープンチャットの方ですね、えー、ご入室いただいて、3days 楽しんでいただくというところにしたいかと思っています。なので、今回ですね、さっきも言いましたが、これ、えー、っと、 花です、ね、21日チャレンジ、または7日間チャレンジ、優勝のものを出していますが、そこの中ではないもの、新しいもの、全くもっと新しいもので展開しますで。1クルメはですね、建築ビーム、A ですね、建築ビームの方です。でえー、7日間チャレンジ。 か21日チャレンジでファミリーを作るってことはしてません。ファミリーを労働してきて、えー、加工するみたいなのはあるんですが、ファミリー自体を一から作る、えー、ご質問でですね、よくいただくんですけれど、それは本講座、お金をいただく本講座の方でお話をしていることなんですね。でも、えっと、今回は基礎の木っていうところをですね、ちょっとやりたいと思っていてですね、えー、初めてのレビットファミリーというのをですね、ちょっと考えました。で、なので、 あのご参加いただく方はですね。まだ7日間ま21日チャレンジ両方ですね。なんだか種も見たことがないやつというところになるかと思っています。で、今回のソニーデイズのスケジュールはこちら 1day 目はですね。レビットでできることとできないこと。ですね。レビットっていうソフトはオートディスク社が出している唯一のビームソフトと言われています。で、このレビットで何が得意？何ができない？ いいうところをですね踏まえていただくあとですね、レビットのインターフェース、えー、ファミリーを中心にお話をするんですが、そのファミリーのですね画面の中身だったりとかルールですね、レビット、これしちゃだめっていうところをですね、OneDay ではお話をさせていただいて、学んでいただくというところです。2 d a 目ではですね、レビットの基本の木、ファミリーを作成していきますというところで、このファミリー、 ですね、簡単なんだけれども、この基礎ができてないと大変っていうところをですね、皆さんに体感していただくというところですね。それで 3D 詰め最終日です。最終日はですね、こちら、プロジェクトファイルにロードをしていただいて、レンダリングっていうところですね。えで、これ、レンダリングに関してなんですが、レビット、またはレビット LT で参加可能なんですが、レビット LT ではレンダリングがないので、あこんな感じになるんだ。 レビットだっったたららてていいううところを見てもらうみたいなイメージです、す開催期間に関してはですね、9月の7日、8日、9日、9日はですね、長寿の節句、えー、っと、5セ句って言ってますか和暦で5セックってあります。あの、ひな祭りとか子供の日とか七夕ってありますよね。その後ですね、この9月の9日の節句が一番最後と言われています。はい。で、このセックの日に終わるというところですね。で、ご参加希望の方はですね、公式 LINE アットの方にですね、3Days という合言葉を送ってください。花沢と一緒に学んでみませんか？では、ツークル目ですね。ビームシム、土木さんですね。建設系土木の方が。 ビムシムに関してなんですが今回はですね、特別の初めてのビムシムになります。えー、3 days のスケジュール、1 day 目は、レビットでできることとできないこと。こちらはですね、えっ、ー、と、建築ビームと似てそうで似てません。何が似てないのかっていうと、えっ、ー、と、土木の方で思うところでよく言われる、こう、できること、できないことっていうところをまとめてあるので、ちょっと視点が違うというところになります。2 days 目。 基本の木、ファミリーを作成していただきます。ただし、えー、先ほどですね、建築の方で最終日、レンダリングとしました。えー、土木さんの方ではこれ、配筋して配筋表を作ろうっていうところになっているので、そのためのファミリーを作るというお話をしたいと思っています。なので、えー、内容違ってるよ。あの1日目はですね、インターフェースのところどうしてもあの一緒じゃないといけないのあれなんですけど、2日目、3日目っていうのは内容違ってきます。水イデー目。 プロジェクトファイルじゃないと集計表作れないんで、プロジェクトファイルいいですね。二日目で作っていただいたファミリーをロードし、背筋のお作法をやってみようっていうところですね。す、え、べ、ー、て改善させるってわけではなくて、本当に簡単なものですね。作っていただいてします。で、これ作った後が問題なんです。背筋をした後、背筋のサイズ、形ですね。金の形、この K の何本入ってんのか。 計算とか全体の長さだったりとか、えー、本数だったりとかっていうのを一瞬で計算するという方法をですね皆さんとシェアしたいと思っているんですねで開催期間はこちら9月の14日9月の15日9月の16日の月曜でさせていただきます参加希望の方はですね 今、皆さんが参加されている公式 LINE で、アットの方の 3Days との合言葉を送ってください。一緒に、一緒に学んでみませんか不明点があればですね、公式 LINE アットのチャットでお話しください。あなたのご参加お待ちしています。動画を最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。では、最後にあれいきますよ。じゃんけんぽん <laughs> まったねー。